えー、の久保ですまあいわゆるね会社の社長っていうのはどのぐらいプレゼン能力があるか自分の会社のことをこと細かく分かりやすく専門用語を用いずにお客様に伝えることができるのかっていうところがいわゆるね企業の力にものすごく比重が置かれる時代になったんじゃないかなと思いますまあ社長といえども全ての部分の細かいところまで理解してるわけではないと思いますがしかしですね全ての部分に理解を示し 全ての部門に知識をね、有することっていうのは、その部門で働く方のみならず、お客様に細かいところまで不安を払拭する、それ材料になると思うんですよね。そういう意味で言うと、どのくらい自社の事業に精通してるかっていうことが、そのものが会社の力になると思います。今回、トヨタ自動車のトヨタキオ社長は、25分ものプレゼンを、えー、本当にですね、ペーパー読むことなく、 自分の事業としてしっかりと私たちに伝えてくれてます。まあそれは車を売りたいという会社の欲求ではなくって、すべてのお客様の選択肢を残し続けたいというね、えー、本当にね、消費者目線の素晴らしいお気持ちだと思いますし、豊田社長は実際は電気自動車をそんなに好意的に思ってなかったんじゃないかなと思っていたんですよね、ずっと。電気自動車を普及させるためには、 発電が結局必要になりますよと。その発電、大丈夫なんですかというような問いかけもあったんですけども、水素、エネルギーにこだわることなく、バッテリー、EV 車も、非常に長い間、30年以上の長い間、そのバッテリーや充電状況、再生可能エネルギーにまで、自社で取り組んでいたということが今回のプレゼンでわかります。こういうふうにね、トヨタ社長のトークを聞いていると、プレゼンを見ていると、 官僚の書いた文章を読んでるだけの政治家さんなんて本当にもう箸にごぼにもかかんないなと思いますねこの豊田明夫社長がこの日本という国の舵取りをしていただければどんなにかいいだろうかとそこまで思うぐらいの素晴らしいプレゼンでしたぜひね動画概要欄から私の感動した豊田明夫社長のプレゼンの模様をご覧いただければと思いますそれでは今回は以上です失礼します